はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、ニキータです。8月6日火曜日のモスクワの日中の気温は24度、最低気温は15度となっております。いきなりお知らせですが、7日水曜日に中東問題や国際問題に非常に詳しい石田和康さんの YouTube チャンネル、越境 3.0 のライブ配信に急遽出演させていただきました。過去形で話していますが、今編集している段階ではまだ少し先の未来のことです。この動画がアップされている頃には、すでにライブは終わっていると思いますが、アーカイブでもご覧になれますので、どうぞ皆さんにもぜひご覧いただけたらと思います。URL を概要欄に貼り付けておきますので、どうぞそちらからご覧ください。また、今週の9日金曜日に国際情勢アナリストの及川幸久さんのニコニコプラスの生放送に出演させていただくことになっております。ニコニコチャンネルさんは8月22日以降に復活されるとのことで、今回も及川さんのニコニコチャンネルプラス、そして旧 TwitterX で19時から同時配信されるとのことです。概要欄に URL を貼っておきます。今回まで全編無料配信となっていますので、ぜひご覧いただければと思います。テーマはBRICS最新情報となっております。米国一極支配体制に対抗する多極化世界の象徴的な存在となっているBRICSですが、ゲストとして私も喋らせていただきますが、及川さんが何を伝えるのかも非常に楽しみにしております。とりあえず緊張しないようにダーチャから登場する予定でおります。ということで、今回も時事ネタをお届けいたします。いつものようにどうぞラジオ感覚で最後までお付き合いください。今回は緊張が高まっているイランについてお伝えしたく思います。まあ私は中東の専門家ではありませんので、中東問題を詳しく知りたい方は、石田和康さんの YouTube チャンネル、越境 3.0 をぜひともご覧ください。日本のメディアを見ていたら全くわからない、あるいは全く誤解してしまう中東情勢の本当の今をわかりやすくお伝えしてくださっております。私の方では、ロシアがこのイランの現状をどう見ているのか、またこちらのメディアではどう報じられているのかについてお伝えしたく思います。ロシアとイランは戦略的パートナーシップの間柄で、しかも軍事同盟を近々締結することになっています。おそらくその調印式は10月にロシアのカザンで開催されるBRICSプラスサミットの開催期間中に行われるものと報じられていますが、イランはすでにBRICSの仲間に入っており、もはや孤立していません。それだけにロシアとの動きも注目されるところです。皆さんもご存知のように7月31日にハマスの政治局のイスマイル・ハニア局長がイランのテヘラン北部にある退役軍人用の特別施設の寝室で寝ているところをミサイル攻撃を受け亡くなりました。7月31日にタス通信が様々な中東のメディアの情報を引用して伝えたところでは、ハニヤ氏はイランのマスード・ペゼシュキアン大統領の就任式に出席した後にイラン国外の領土から発射されたミサイルにより攻撃されたとのことです。イラン国外ということで真っ先にイスラエルの名前が上がりましたが、実際のところ誰が撃ったのかはまだ分かっておりません。まあハニヤ局長はイラン国内にいるところを突然攻撃されたわけで、イランとしてはメンツを潰されたことにもなります。今後退任するイラン政府のアミール・ホセイン・ガージーザーデ・ハーシェミー副大統領は、パレスチナ抵抗勢力にはハニヤ氏殺害の真犯人を処罰するあらゆる権利があると31日に発表しました。パレスチナ側には確かに反撃する権利があると私も思いますが、イラン国内で攻撃されたことでイランとしても黙っているわけにはいきませんよね。次は8月5日付の m.businessgazeta.ru からお伝えします。あまりこのチャンネルでは登場しないサイトですが、流れを短くまとめてくれていましたのでご紹介しますと、まず7月31日にニューヨークタイムズがイランの最高指導者ハメネイ氏がハニヤ氏殺害への報復としてイランへの直接攻撃を命令したとされると報じたと伝えております。少し補足しますと、攻撃があったのは現地時間で31日の午前2時だったと報じられています。ですのでその日の早朝にイランで国家安全保障最高評議会の緊急会議が開催され、その中でハメネイ氏がこのように発言したとイランの政府関係者の話としてニューヨークタイムズ氏が報じております。この媒体に限らず、ロシアのメディアは国営タス通信も含め一斉にニューヨークタイムズの後追い記事を報じていました。そして翌日の8月1日、 CNN はブリンケン国務長官がイランに対し強硬手段に出ないよう要請したと報じました。しかしこの要請を前日にイラン側が断ったため、バイデン大統領とイスラエルのネタニエフ首相は米軍配備の可能性を
含め防衛強化について議論したと報じております。そしてイスラエルのタイムズオブイスラエルはネタニエフ首相はイスラエルとしてはテヘランからの攻撃が避けられないと判断した場合イランへ先制攻撃を行う措置を講じる必要があるとして軍及び諜報機関のトップと協議したと報じております。そしてウォールストリートジャーナルはブリンケン国務長官はイランがイスラエルを攻撃するなら米国はイランとの関係を断つ用意があると語ったと報じています。また4日日曜日にはブリンケン長官は24時間か48時間以内にイランによる攻撃が行われるとも発言しております。こうして時系列で情報を追っていくとイランで爆発事件が起きるとすぐに激怒するイランを米国が必死に制止しさらに米国はイスラエルも必死に抑えようとする構図のようなものが見えてくるようにも思いますが5日の月曜日にはハンガリーのピーター・シーヤールト外相がイスラエルのカッツ外相に対しイランはイスラエルを攻撃することに決定したと伝えたとイスラエルのエルサレムポストが報じました。カッツ外相はハンガリーのシーヤールト首相から電話を受けこのメッセージはイランのハゲリ外相代行から伝えられたものと説明したとのことです。そしてカッツ外相はイランはイスラエルを攻撃するつもりだと我々に告げた。世界はイランのいかなる攻撃的な行動に対しても代償を求めなければならないと語ったとのことです。平和を重視するハンガリーのシーアールト外相からの電話ということで、ブリンケン長官の発言よりもはるかに信憑性がある情報に思いますが、シーアールト外相は自身の SNS でイランのハゲリ外相代行と実際に会話したことを認めております。この編集をしているのは6日火曜日ですが、現時点で攻撃があったというニュースは入っておりません。まあいつ起きるかはわかりませんので何とも言えませんが、今年の4月1日のダマスカスのイラン大使館領事部爆撃事件の際、ハメネイ氏は自身の旧ツイッター X に邪悪な政権は罰せられるだろうと書き込みました。結局イランはその2週間後の4月14日の夜、イスラエルの軍事施設を標的に5時間にわたりドローンや弾道ミサイルを撃ち込み報復攻撃を行いました。イスラエル側は防空システムにより無人航空機シャヘド238を185機弾道ミサイル36発を撃墜し最大で 99% を撃墜したと発表していました。余談ですがこの防空システムアイアンドームは世界で最も優れていると言われていますがこの攻撃の際イランはイスラエル側に事前に通達していたことやイラン側は速度の遅い弾道ミサイルをあえて発射しアイアンドームの抜け道を探る調査も兼ねて攻撃していたとの情報もこちらでは出ていました。まあとにかく精神的指導者であるハメネイ氏が攻撃すると発言したのでイランは攻撃を行う可能性が非常に高いと思われます。しかしブリンケン長官の言うように48時間以内でなかったとすればいつになるのかが問題ですが4日にリアノーボス氏がエルサレムポストの記事を引用して伝えたところではエルサレムの第一神殿と第二神殿が破壊された日にあたるユダヤ教のアブの月の9日つまり8月の12から13日になるのではないかと報じております。この日イスラエルでは全国的なユダヤ人追悼の日ということでイスラエル軍や治安部隊も儀式に参加している可能性があるためこの日に照準を当てるのではないかということです。まあイスラエルのメディアがこう予測しているということなのですが実際にはどうなるかは様子を見守るしかありません。宗教的儀式を行う日に攻撃を受ければそれはもう後戻りのできない戦いに突入することを意味しますのでそうならないことを祈るばかりです。それではロシアの動きをお伝えします。タス通信が5日に報じたところではロシア外務省副大臣で中東アフリカ諸国問題担当大統領特別代表のミハイル・ボグダーノフ氏がアブデル・ラフマン・ビン・スレイマン・アリ・アフマド駐モスクワサウジアラビア大使とモスクワで会談を行いパレスチナ・イスラエル紛争地域の緊張緩和を目的とした内戦の即時停戦の必要性を強調しまた2国間の多方面での関係のさらなる発展について協議したとのことです。この会談を求めたのはサウジアラビア大使だったとのことですがさすがサウジアラビア動きが早いですよね。ロシアとサウジアラビアが組めば戦争屋たちに好き勝手はさせないという力強い圧力にもなりますのでこういう対話ができる関係というのは非常に羨ましい限りです。また8月5日ロシアの元国防大臣で現在は国家安全保障会議の書記を務めるセルゲイ・ショイグ氏がイランを訪問しました。ショイグ氏は国防大臣の時代
代に数回イランを訪問しており、いわば対イランのロシア窓口のような存在でもあります。しかしこのタイミングで何をしに来たのか、6日付のサルグラッド .tv が政治学者セルゲイ・マルコフ氏のコメントを紹介しています。マルコフ氏はこの訪問につき考えられる理由を3つほど挙げています。1つ目の理由は、米国の同盟国、つまりイスラエルへの報復攻撃におけるロシアの支援ということです。まあ攻撃にロシアが加わるという意味ではなく、どう対応するかにつき協議するアドバイスするということだと思います。そして2つ目の理由は、ロシアがイランとイスラエルの仲介者となるという説です。しかし仲介者といっても、大規模な戦争を阻止するのではなく、実際に大規模な戦争が起こるのかどうか地域情勢を調査するのが狙いとしています。そして3つ目の考えられる理由ですが、ペゼシュキアン新大統領と会談し、同時にアリ・アフマディン前国家安全保障会議書記、そしてイラン軍のモハマド・バゲリ参謀総長と会談するためというものです。つまりこの機会に新大統領への挨拶も含め、実務レベルでの会談も行うというのが狙いという説です。まあいずれにせよ、以前はプーチンさんの後継者の最有力候補とも言われたセルゲイ・ショイグ書記ですから、プーチン大統領からの何らかのメッセージを持って面談に挑んでいることは間違いないでしょう。セルゲイ・ショイグ書記は到着した5日に早速ペゼシュキアン大統領と会談を行っています。5日付のコメルサント .ru からお伝えします。記事によれば、ショイグ書記とペゼシュキアン大統領は両国の長期的な提携及び二国間関係の実現につき、その用意がある旨をお互いに再確認し、中東紛争の解決と第三国の問題に関する米国の介入について話し合ったとのことです。イランの通信社 IRNA が報じたところでは、交渉の中でペゼシュキアン大統領はイラン・ロシア関係のさらなる発展の必要性を強調し、次のように語ったとのことです。我々は米国を含む大国の独占の時代は終わったと信じています。多極化世界の促進においてのイランとロシアの協力は、世界の安全保障のさらなる強化につながるでしょう。これに対しショイグ書記は、イランをこの地域におけるロシアの戦略的に重要な同盟国の一つと呼び、南北輸送回廊を含めた共同プロジェクトの開発への関心を強調し、次のように語っています。ロシアは国連やブリックスを含む国際分野におけるイラン・イスラム共和国との協力を非常に重視しています。私たちはこの協力の拡大に努めます。以上ですが、軍事同盟もそうですが、やはり経済面でロシアとアゼルバイジャン、イラン、インドを陸路で結ぶ南北輸送鉄道回廊という大きな共同プロジェクトを抱えています。この回廊ができれば、現在のスエズ運河を通る輸送ルートよりも最低で14日間、2週間は時間を節約できると言いますし、ユーラシア大陸が今までになく繁栄することになるでしょう。こういった明るい将来の希望のある国が、果たしてミサイルを撃ち込まれたことだけで報復攻撃として玉砕する覚悟でイスラエルに大々的な攻撃を仕掛け、世界を第三次世界大戦へと導こうとするのでしょうか。米国発のメディアやブリンケン長官などの政治家の発言からのみ情報を追うと、さも明日にでもイランが攻撃を行い、大規模な世界大戦が勃発するように思えてしまいますが、セルゲイ・ショイグ書記とペゼシュキアン大統領の会談の内容を聞くと、どこか別の国、別の世界の話のように思えるのが、今の西側発の情報戦の怖さだと思います。このことについて、ロシアの中東問題専門家のスタニスラフ・タラーソフ氏が5日付のレンタ .ru で語っていますので、共有したく思います。タラーソフ氏は、イスラエルに対しイランがどのような報復を行うかに関しての様々な情報のリークを奇妙なことと述べています。次のように語っています。イランは情報的には非常に閉鎖的な国です。それなのに、ハマスのハニヤ政治局長殺害に対する報復の可能性を誰もが語っている。8月5日5日か6日、12日か13日など日付まで語っている。イランが攻撃は綿密に準備されていると発表している状況では、攻撃は実際に行われるでしょう。メンツを保つために必要だからです。しかしそれがどのように行われるかは最も深い秘密です。ですので、これらの奇妙な情報のリークは、イランによる何らかの報復行動を扇動する試みと言えます。イスラエルのメディアは、攻撃は一度に3方向から、つまりレバノンやヒズボラ、ハマスの残党から、あるいはイランから同時に行われると述べています。実に様々です。彼らはハリウッドの脚本に従って書かれたかのような PR パフォーマンスを行っているのです。この今は綱引きが行われています。経験から言えば、
このような非常に矛盾した様々な側面からの大規模な情報キャンペーンは次のような場合に行われます。水面下で交渉が行われている時、またはジャーナリスト、専門家、アナリストなど状況について推測する外部の公衆には理解できない何らかの主張を公の場で表明する必要がある時です。しかしこれらは特定の個人、非公開の交渉参加者たちへと送られるシグナルなのです。以上ですが、このタラーソフ氏の見方は情報戦を俯瞰して冷静に分析した意見だと思いますのでご紹介させていただきました。確かにイランは反撃すると私も思います。しかしそれは4月14日の場合と同じく事前に相手側に通達してから行う。そして今はタラーソフさんの見立てのように水面下でその交渉を相手国と行っている。ただ我々一般大衆にはそれを悟られないために危機を煽ったり仲介役を担ったりして時間を稼いでいるのではないでしょうか。あるいはさらに深読みすれば、この攻撃を行った勢力は実はこの地域とは全く違う場所で起こっている自分たちに不都合な不利な何かから世界の目をそらしたいのかもしれません。この動画は日本時間で7日の夜にアップしますが、イランは6日の夜に攻撃を行うだろうというトランプ候補の記事がちらりと目に留まりました。そうならないことも含め平和を祈っております。ロシアもそうなのですが、イランという国は決して好戦的な国ではありません。ただ自国にミサイルが撃ち込まれたのに黙っていることはできませんよね。問題の本質は撃ったのは誰なのか、紛争を煽っているのは誰なのかということです。日本では本件がどのように報道されているのかは知りませんが、この本質を見抜き騙されないことが日本の国益にもつながる、そう思う今日この頃です。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネルの登録とお友達やお知り合いへの拡散もよろしくお願いいたします。